また中脳に行って師匠の内側。感両肩骨体骨盤の可動性理解が良好ね理解は良好。最初に自己紹介からいきますセルフイントロダクションですね。で私は名前名字ですあなたを担当する職種名を入れてです。 I'm Kōhei Suga. I'm a physical therapist for you.I'm Kōhei Suga. I'm a physical therapist for you. Therapist for you. 私ですね。<laughs> そうです。I'm Kazuki Aoki. I'm a physical therapist for you. Great. <laughs> ということで、このような形で進めていきます。で、次はですね、これからお話を伺います。そして、検査、介入、確保治療プラン。 I'm going to ask you about your condition. Then I'm going to the examinations and uh, explain your treatment plan. I'm going to ask you about your condition. Then I'm going to the examinations and explain your treatment plan. Hi. <laughs> I'm going to ask you about your condition. Then I'm going to Do examinations and explain your treatment plan. <Awesome. 笑> 完璧ですね <laughs> あ。先生、ここでちょっと質問があってですね。はいはい、あの、たまに海外に行って、はい、そのフィジカルセラピストって紹介するときに、はい、フィジオっていうときに、はい、あの、すごい反応を示す方と、はい、フィジカルセラピストっていうときに反応を示す方がいるんですけど、はいはい その州、アメリカの州とかによって、はい、そのフィジカルセラピストなのか、フィジオセラピストなのか、使い方って違うんですか、はい、主に私が知ってる範囲だと、アメリカとフィリピンはフィジカルセラピストっていうことが多いですね。うんはい、でそれ以外の国はフィジオセラピストっていうことが、うん、あのオーストラリア、ヨーロッパや、あとはシンガポールも最近、あの会議に参加させていただいたときは、はい、あのフィジオセラピストって言っています。うん、ただそのアメリカでも 短縮したフィジカみたいなのがないので、はい、そういう場合はフィジオって言ってそのフィジカルセラピストを短くしたのをそのまま名前に使っているところもありますね。参考になります。どちらでも結構なんですけど、はい、まあ日本人だとどっちかといえばアメリカ英語で習ってるのでフィジカルセラピストって自分のことを言う方が多いような印象はありますけどそれで、まあ、相手の国の方がどこの国の方かで。 それは決められたらあのいいと思いますね。もしかしたら一般の方がフィジカルセラピストって言った時に、そのフィジオセラピストに慣れてたりすると、うん、もしかしたらわからないことがあるかもしれないですけど、基本的にはどちらでも大丈夫です。はい。はい、ありがとうございます、はい。次は初対面のインタビューに行きます。今日はどうされましたか、うん、?What can I do for you today?What can I do for you today? はい。What can I do you? 失礼しました。<laughs> What can I do for you today? Great。どこが痛いですか ?Where do you feel pain in your body?Where do you feel pain in your body?Where はい、Where、do you feel pain in your b o d y g r e a t バッチですね <laughs> <laughs> いつから痛いですか w h e n did the pain start?When did the pain start? The pain start? はい、はい When did the pain start? バッチリですね。じゃあ、どんどんいきます。はい、どうやって痛めましたか ?What happened before you get the pain?What happened before you get the pain?What's、はい、happened before you get the pain?Great! で、次、ちょっと難しくなっていきますけども、起用歴を教えてください。Could you tell me your past medical histories? Could you tell me your past medical histories? はい。<laughs> Could you tell me your past medical histories?Great. どの動作で痛みますか ?What movement is painful for you?What、uh, movement is painful for you? はい。What movement is painful for you?Great. 次、痛みの程度十段階で教えてください。 Could you tell me how much you feel pain? Zero is pain free, ten needs the maximum. Could you tell me how much you feel pain? Zero is pain free, ten needs the maximum. Could you tell me how much you feel pain? Zero is pain free, ten is the maximum. Great. ずっとこればっかり繰り返し飽きてしまうと思いますので <laughs> あの途中でですねこういったコツなどあの少し英語に関連するお話を入れながらお話を進めたいと思います。でフレーズもコツなんですけどもあのここに書いてあるように「Where do you feel pain in your body?」っていうふうに自分が強調したいことをあの日本語に比べると強調する。うん あの言語ですストレスベースラングエッジっていうんですけど英語っていうのがなので私たちであればどこが痛いですかって全部フラットなんですけど「はい、Where do you feel pain in your body?」っていうふうにあのどこかを強調して言うのであの極論その全部が聞き取れないと思う方は言うと思うんですけど実際はそのコントラクションって言って英語はもうくっついちゃってる場所などもあったりとかして重要じゃないとこだったりすると、うん、ほとんど省略されたりとか弱く読まれたり するので日本語に比べるとこのフラットに全部言う気持ちでいるとリスニングがしづらかったりとかするのとあの伝わらないって言った時にこの「Where do you feel pain in your body?」って全部フラットに生まれるとあの何を聞かれてるかが聞かれてる側的にそれに慣れてないので分からないってことが生じるんですよね。なのでもう結構単語並べてるだけって方が多いんですけど英語って助詞とかそういうのがないの「ガーハー」とか「に」っていうのはないので。 あのポジションと、あとどれだけ強く言うかってことで全部決まってる、その意味が。なので、その強く言えばそれであの伝わりやすくて、で、逆に言えば日本人はその強く言う文化がないので、一回、はぁって言われると、尻込みして、その言葉がなかなか出てこなくなっちゃうってことがあるので、あの、自信を持って、その極論、ペインって言って、 体刺せばそれで伝わったりするんです。それを自信持って言うかの方がどちらかといえば大事なことになりますので、重要な単語をですね、あの強調するっていうことを、ちょっとそこは日本語と違うよってことを覚えていただけるとあのいいかなと思います。